1曲目はですね、Flair is a quirky girl っていう曲で、なんですけどもあの北欧あたりでね、よくある名前らしいんですが、フレアってね、女の子のフレア。で、クワーキーっていうのは、まあ、ストレンジと同じような意味で、まあ、ちょっと変なっていう、ちょっと変ってこなっていう、まあ、そんな感じですね。フレアっていう、まあ、例えばフィンランドとかノルウェーとか、あの辺の、まあ、ちょっとエキセントリックな女子みたいな感じの、そういうイメージです。OK。I would say Freya is a quirky girl. I would say Freya is a quirky girl. Quirky, quirky girl, quirky girl. I would say quirky, quirky girl.
はい、というわけで1曲目、Flair is a quirky girl でした。ありがとうございました。さっきやった。では続きまして、もう1曲やってもいいですか。どうぞ。ありがとうございます。どうもです。YouTube をご覧の皆様におかれましては、映像と音のシンク具合はいかがでしたでしょうか。反応分かりました。え、ないわ。ないでしょ。おいえ、多分良かったでしょう。これがアーカイブでどうなるかですね。宣伝梅酢、何でしたっけ、梅ポン酢でしたっけ、梅甘酢とみかんのポン酢、梅甘酢、みかんのポン酢、大好評発売中買い求める方はサールカフェネイロ、中津三品、エコープ川辺、スーパーデリシャスヒーロー、ごぼう店にて販売しておりますので、よろしくお願いします。お願いします。なお、ネット販売もいたしておりまして、URL は yamaneiro.jp です。ドット JP なんですか。ドット JP。おお、かっこいい。ヤマネイロドット JP です。です。もうドット CO ドット JP とかじゃなくてドット JP なんですね。ドット JP。それがいいですね。はい。じゃあ続きまして、有田川という曲です。有田川。有田川。この演歌みたいなタイトルの曲があるんですけど。有田川。有田川。これです。僕は叔父が有田川住みまして、金谷のあたりですね。祖父も、もともとは初島のあたりに出たって聞いてるんで、お、僕は多分、有田警官と思ってるんで、ちょっと警戒になる有田川というのをテーマにしていきます。ですけど、ちょっと音楽はできないですね。ハンマーを持って叩くという、ダルシマーって言ったりしますけど、英語では。ダルシマ、でも本当の現地語ではサントゥーブって言うんですよね。これをサントゥーブって言います。サントゥーブ。はい、これを使ってまして。で、スケールそのものも、その中東の音楽とか、僕6年住んだパキスタンとかでよく使う、フリジアンドミナントスケールって言うんですけど、各地それぞれ名前あると思うんですけどね、現地でね。そういうスケール使ってるんで、有田川と言ってる割には、シークレス・ユーフラテス川みたいな感じです。はい、今はちょっと大文字でテロップ出したかったので、シークレス・ユーフラテス川後で出します。はい、どうぞ。そんな感じです。ということは、筋トレしてんの。あれじゃあ、かも。Thank you.
レムスリーブという曲です。レムスリーブ。はいはい、反応ありましたね。レムスリーブって大事らしいんですよね。睡眠ってね、本当大事らしいですよね。サイクルがあるんでしょうか。1時間半ぐらいの、まあ、諸説はあるんでしょうけど、まあ、ざっくり言うと、まあ、そういう人サイクルがあると。1時間半かどうかはさておきます。で、その各サイクルの中に、レムスリープっていうのとノンレムスリープっていうのと の混じり具合というか、その度合いの比率が違うと、そうサイクル1ではノンレムスリープが圧倒的に多いけど、サイクル6ではレムスリープが圧倒的に多いというふうに度合いが変わってくるらしくて、そのレムスリープが濃くなっている時に、で最後のサイクルらしいんですよ、睡眠の。だから目覚ましかけて起きたくない時間から起きると相当辛いの、それらしいんですよ。というふうなことを考えながら作った曲です。考えてなかったかもしれませんけど、後からこじつけたっていう感じなんですけど。YouTube ご覧の皆様におかれましては、くれぐれも睡眠はおろそかにしないようにしてください。という感じです。REM Sleep。木琴です。
した。ありがとうございます。本当に睡眠を大切にしたいですね。はい。なので。